皆さんこんにちは、安部です。今回も仕事と読書のルーティン Vlog やっていきます。よろしくお願いします。始まりの時間、今日もね結構あったかいです。はい、ということで今回もねルーティン Vlog やっていこうと思うんですけど、実は前回投稿したルーティン Vlog の翌日から撮影しています。まあ、そういうことでというわけではないんですけど、今回は3日間ではなく2日間っていうねちょっとだけ短めのバージョンでやっていきます。というわけで今日もね早速読書からしていこうと思うんですけど、今回読んでいく作品はこちら、アンソニー・ホロヴィッツ死はすぐそばにです。はい、めちゃくちゃ楽しみにしていたこちらの海外ミステリー、今日はこちらの読書からスタートしていきます。今日は動画編集をやっていきます。明日ねメンバーシップの、先行配信があるので、そこまでに動画をね1本作らなくちゃいけなくて、そう結構ね今回のやつギリギリになっているんですけど、今日その動画を仕上げていくのと、あとはそうさっきね読む前にこれから読んでいく本紹介みたいな、そういった動画も撮り忘れていたので、その動画の撮影もしていきます。あとはねコミュニティ投稿とか連絡系ですね、事務的な作業を含め、ね、今日投稿分のものを仕上げていこうと思います。メンバーシップ用ショート動画の撮影終わりました。今回気づいたんですけど、そう弓矢が垂直に立っているみたいなイラストになってて、ここね万年筆になってますね。ちょっと影かなと思いきや、そう万年筆っぽい、影になっていて、そうこれ前回放送&ホロヴィッツシリーズ今回第5弾で、こちらがね第4弾の作品なんですけど、前回はナイフをひねればで、こちらねイラストナイフになっていて、弓矢というかこれなんだろう、ボウガンとかなのかな、そう矢ですね、そう矢がイラストになってますね。動画編集終わったので、今から動画の書き出しをして動画の形にしていきます。でその書き出しをしている間にこの動画のサムネイルとか動画概要欄とか作っていきます。今年の神保町の古本祭り明日から開催っぽいです。行きたいけど多分今年も行けないですね。いやー行きたい。明日投稿する予定の動画のアップロードまで一応終わりました。いや良かったです。この動画もうなかなか作り終わんなくて、なんかわかんないんですけど編集にめちゃくちゃ時間がかかってた動画だったので、いや無事間に合って良かったですね。そう最近はね1週間ぐらい前にはもうその動画が完成してるよみたいな状態だったんですけど、この動画に限ってはその前日にようやく作り終えるっていうね、いやー良かったです。いつもね英語の勉強って YouTube の動画とかね使って勉強してることが多いんですけど、もう今日からねこれ iPhone のねポッドキャストアプリなんですけど、それを使って勉強していこうかなって思って、っていうのも
こちらね、そのポッドキャストアプリで英語の勉強にすごいいいんじゃないかなって機能があって、今聞いてるポッドキャストが VOA ラーニングイングリッシュっていうポッドキャストなんですけど、その中で話されている英文がもう全部ねこうやってスクリプトになって表示されるっていうような機能があります。英語のねリスニングの勉強してる時あるあるだと思うんですけど、そう、今なんて言ってたんだろうとか、なんとなく聞こえてるけどこの単語だけちょっと分かんなかった、今なんて言ってたんだろうっていうのが、そう、読み上げてる英文全部表示されてて、しかもこれ今このタイミングで読んでますっていうのが、なんだろう、太字でこう表示されてって、こうやってね目で追うことができるので、あ、今こう読んでるんだみたいな感じでね見ることもできて、これねすごくいいですね。ちなみにね、さっき作業しながら聞いてたのと同じポッドキャストの同じ回なんですけど、今日の回聞いてて、こちらのポッドキャストね、なんか毎日ぐらいの勢いで新しいエピソードが投稿されてるので、毎日やるかは分かんないんですけど、今日英語の勉強しようって思った時にその日に聞いたポッドキャストを今度は英文で見てね、あ、こういうこと言ってたんだみたいな感じで確認しながら読んでみるみたいな、そういうのも、ね、いいんじゃないかなと思ってやってみようと思います。もしかしたらね3日坊主みたいな感じになっちゃうかもなんですけど、それでもね3日間はそのやり方でね勉強できるし、これって自分に合ってるかどうかっていうのもやってみないとわからないので、まずはね少しだけ、はい、全部じゃなくてね少しだけやってみます。はい、ということで1日目はここで終えようと思います。さっきまでで詩はすぐそばに60ページぐらいまで読んでいて、まだまだね冒頭という感じなんですけど、何かが起こりそうな雰囲気がしていてすごくねいいですね。あ、ちなみにこの後ろに並べてみました。今ね放送&ホロビッツシリーズ家にね全部あるので、と第1弾のメインテーマは殺人からね順番にずらっていう感じで並べてみてます。一番好きなやつ決めるの難しいんですけど、一番この話好きみたいなものがあったらぜひぜひねコメントで教えていただけると嬉しいです。あとはねオーディブルを聞きながら寝るまで過ごすという感じで、そう、今聞いてるオーディブル作品は今村雅弘さんの狂人帝の殺人を聞いてます。ということで今日もお疲れ様でした。おやすみなさい。おやすみなさい。はい、2日目です。今日も読書からスタートしていきます。また横で今猫が日向ぼっこしてますね。今日はいい感じに晴れてます。はい、午前中の読書が終わって、そのね読書をしていた時になんとある届き物が届きました。というのもね、もうここに置いてあるんですけど、以前十角化の殺人 T シャツでコラボさせていただいたあのパズルの青鳥さんから荷物がね届きましたね。今回その T シャツのプロジェクトの第2弾の島田総司さん斜め屋敷の犯罪 T シャツがね販売開始されていて、その全4種類の T シャツをご寄贈いただきました。ありがとうございます。この夏ね結構十角化の殺人 T シャツ着て、あのこのねルーティン Vlog とかやっていたんですけど、以前ね青鳥さんインタビューさせていただいて、どういう経緯で T シャツ作ったんですかとか、なんで十角化の殺人をみたいな、いろいろねあの
インタビューさせていただいて、第2弾の T シャツやるなら何の作品が来るのかなみたいなので、めちゃくちゃ楽しみにしていて、で先日ね発表されたんですよね、島田総司さんの斜め屋敷の犯罪ですっていう風にね発表があって、インタビューの中でもね島田総司さんやりたいっておっしゃられてたので、めちゃくちゃ熱かったですね。そう、1枚ずつちょっと、ね、デザインをねお見せしていきたくて、まず1枚目がこれですね、見取り図の図柄のやつ。あ、これ向こうで見た方がいいかな。ちょっと廊下でね、廊下で紹介していきます。あとはこちらです。そう、10カッカーの殺人トートバッグです。こちらもいただいてしまいました、ありがとうございます。今 T シャツ4種類真上から写しています。ちょっとねまずお伝えし忘れてたんですけど、まだね斜め屋敷の犯罪未読勢なので、元ネタはちょっと一切わからないままっていう感じなんですけど、これはね見取り図ですね、うん、あ、今回もこれ斜め屋敷の犯罪様相改訂版っていう風に書かれていますね。2024年10月18日第1冊発行ってなってます。すごい、これもねこだわりですね。はい、斜め屋敷の犯罪の、そう、その柄と、はい、あ、サイズ M ですね、はい、M サイズ送ってくれました。でこれが2つ目のデザインですね。はい、よく見るとね、うん、あ、これこれだ、この柄と同じですね。ちょっとね元ネタわかんないけど、これよく見るとね緑図、え、これ犯行現場ですね、犯行現場、え、ちょっと違う、さっきとちょっと違う気がしますね。あ、これもだ、これも人が倒れてます。いや、これなんかすごいおしゃれでいいなって思って、爽やかなデザインですね。が海みたいな、ここに人が倒れてて、これが塔なのかな。あ、掃除島田って書いてある。へえ、丸と三角がありますね。あ、ここ四角が、ね、あります。4つ目のデザインね、こうやって見てみると、ここがうまく写ってるかな、これ天狗の顔になってる、ここが鼻になってて、これ目ですね、うん、この顔全体がなんか天狗っぽいデザインになってて、でよく見てみるとこれ全部文字になってますね。直径5センチ丸い赤黒い点、ゴーレム、ゴーレム、ゴーレム、ここに斜め屋敷って書いてある。原作読んでないのでネタがわからないですけど、でもここに書かれている文字を見てみると、なんとなくこうその物語のね雰囲気が伝わってくるような文字がねセレクトされてる気がしますね。いつ着ようかなっていう問題もあるんですけど、ちょっとねこれは斜め屋敷の犯罪を読んでから着ようかなって思います。それまではもう大事に大事に保管しておこうかな。多分ルイティン Vlog やってる時に着てる時もあると思うんですけど、その時にね、あ、アブシーさん斜め屋敷の犯罪 T シャツ着てるなって思っていただけるとね嬉しいですね。柿がね届きました。なんか一箱丸々柿という感じで、あ、すごい柿が、柿ですね、すごい形がきっちりしてて、すごいね、もうオレンジですね。いやー、めちゃくちゃ綺麗な柿です、うん、ちょっとね甘い香りがする感じですね。すごい、ずっとすごいしか言ってないんですけど、柿もねすごい好きなので、いや本当にありがとうございます。でね、自宅でずっとね観察してた柿は、メインチャンネルではね喋ってないと思うんですけど、サブチャンネルの方で、まあ、どうなったかっていうのをねお伝えした動画を、多分もうねこの動画が投稿されている頃にはもうサブチャンで公開されていると思いますので、ぜひそちらもねチェックしてみてください。今日はだいたい動画編集の1日になる予定で、この1個前に撮影していた、ルーティン Vlog の編集をやっていきます。明日からついに以前から動画でお話ししていた上尾ブックパーク2024の開催日ということで、26、27の土日でね開催予定なので、ついに明日まで迫ってきました。はい、なので今日はねコミュニティ機能とか SNS はねそのポストとかをしていきたくて、まあ、そういうことをね今日はやっていこうと思います。まずはね今日いろいろ撮影したので、その分のデータ整理からね始めていきます。今日めちゃくちゃ晴れてますね、うん、雲が全然ない、すごい晴れてます。撮れてるかわかんないんですけど、今かすかにね白鳥っぽい鳴き声が聞こえました。白鳥？白鳥いる？
稲刈り終わった後の田んぼ、ちょっとまた稲がファって出てきてます。電線にトンボがたくさん止まってます。すごいいっぱい止まってます。今日すごい高いところに柿なってます。そう、今日金曜日なので、昨日木曜日ね放送されたダンダダン見ましたね。はい、あとねあれ見てます。最近読んだ誘拐の日っていうやつがあって、その誘拐の日って韓国ミステリーなんですけど、それを原作にしたドラマがアマプラにあって、それ視聴者さんにお勧めしていただいて、あれ見てますね。読んだばっかりなので内容まだ覚えてる中でね、そういうドラマ見ることができて、いやすごくねいい感じです。桜の木も葉っぱも散ってきてます。よくね散歩中に見かけることが多くて、これ見かけるたびにね、なんか野菜みたいな、多分雑草だと思うんですけど、なんか野菜みたいなやつ生えてると思って、小松菜なんかナッパみたいなやつ生えてるって思っていつも見ているんですけど、これ何なんだろうと思って、うん、なんか生えてますね。1個前のルーティン Vlog のカット編集終わりました。はい、これからねテロップをつけていく作業になっていくんですけど、ちょっとねその前に休んだり、一旦ね別のことをやろうと思います。こちらねハオウーロン、最近めちゃくちゃ嬉しかったことで、スーパーで発見したんですけど、こちらハオウーロン復活してました。すごく美味しかったのにお店からね姿を消してしまってて、また飲みたいな飲みたいなって思ってて、ふと飲み物コーナーをね見てみたら、なんとありましたということで、これ早速ね購入しました。いやめちゃくちゃ嬉しかったです。こちら見つけた時、こちらの話多分ねサブチャンネルの方でしていて、メインではねしてなかったんですけど、ハオウーロンねぜひぜひおすすめなので、はい、こちらですね、はい、サントリーのハウーロンねすごい美味しいので、ぜひぜひ見つけた方は試してみてください。最近気になってる本紹介ということで、 SNS 見てるとねやっぱりあれも気になるこれも気になるみたいな感じになって、多分ねこれミステリーではないのかなって思うんですけど、本の物語としてすごく気になってる作品があって、幻冬舎から刊行されている岩井啓也さんの夜更けより静かな場所っていう作品がね最近刊行されたばかりで、深夜に古本屋さんで開かれる読書会に参加する男女6名の物語みたいなね、なんか古本屋さんも好きだし本にまつわる物語みたいなのもすごく好きなので、こちらねめちゃくちゃ気になってるのと、あとはね川出書房新社から刊行されているシャーロック・ホームズの世界第一巻っていうのがね最近刊行されていて、世界で最も評価の高いドイルデン著者による作品ということで、アンドルー・ライセット著シャーロック・ホームズの世界大図鑑っていうのがね刊行されていて、こういった作品はねやっぱり気になります。はい、ということで今回はこんな感じの2日間でした。2日間でいつもよりも短めだったので、1日あたりの撮影の量は多かったと思うんですけど、なんかやっていること自体はだいたい一緒っていう、本を読んで動画編集をしてっていうようなね毎日なので、まあ、そんな感じになるんですけど、まあ、でも今回はね刊行されるのをとても楽しみにしていた作品を読むことができたり、あとは T シャツとかね、 T シャツもねすごく嬉しかったし、あとは柿を食べたりね、
毎日同じかなって思いながらも、なんかちょっと違うところとかもあったりとかして、そう YouTube のやることもいろいろ進めることができたので、今回も充実した2日間を過ごすことができたのではないかなと思います。こんな感じでまた読書をしたり仕事をしたりみたいなルーティン Vlog 撮影していきたいなと思いますので、今回の動画が面白かったと思っていただけた方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらの動画の感想をコメントでお待ちしております。今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。まだまだ前半なんですけど、これから物語が動いていくぞみたいな、結構乗ってきた感じあるので、まだ今日はね時間があるので、もう少しだけ読書をしてから寝ようと思います。